カントリーサインは、主に道路沿いなどに設置されている標識の一種である。都府県市町村の境界となる道路上に設置され、行政地域の名称とともに、ところによっては、都道府県省及び市、町村明やおのおのの町の名物などシンボルを掲げているのが特徴である。本来、カントリーサインという名称は、北海道の市町村案内標識のことを、 サシ道内だけの呼び名であり正式には市町村案内標識である。最近では全国の市町村案内標識のことをカントリーサインと呼ぶケースが増えている。カントリーサインの設置は自治体ごとに異なり、地域によっては都道府県ではなく各市区町村に任せられている事例も多く、終始一貫通じて統一されていない地域もある。北海道では 北方領土を除く179市町村すべてに、対してイラストが描かれている標識が作られ、国道、道道、市町村道脇に掲出されているほか、当初の町でもカントリーサインが港に設置されている。市、町村明入りが主流だが、群馬県や埼玉県の一部では、イラスト入りのものが見られる。岐阜県、愛知県、静岡県では、市、 町村明入りタイプがほとんどである。京都府や兵庫県では、市、町村明入りが主流であるが一部では、イラスト入りが設置されている。三重県、滋賀県ではほぼ市、町村明入り、大阪府では、市、町村明入りが主であるが、全市町村が、省入りが設置されているわけではない。和歌山県では、市、町村明入りも設置されているが、文字のみ。 非設置の箇所も多く存在する。奈良県は直轄国道は省入りだが、その他はほぼ文字のみである。高速道路においては、1980年代から各都府県や各市町村境にカントリーサインの整備が進められた。それ以前は、イラストのない XX 県、XX 市などの文字のみ標識がほとんどであったが、各地域の名物のイラストが描かれた標識が、 設置されるようになった。また、平成の市町村合併で消滅した自治体のカントリーサインが撤去されたままで、新しい自治体のカントリーサインが設置されていないところも多く見られる。現在では新設された高速道路や老朽化に伴い標識が交換されたものでは文字のみが主流になりつつある。原則としてカントリーサインの図柄は一つの市町村につき一種類としており、 同一市町村内に2本以上高速道路が走る場合でも同じ図柄のものが使われることが多いがそうでない場合もある。ありがとうございます。